ますので、それでは出演者集合、集合していきましょう。やめろ怖がってるから絶対今かか楽しみだな、怖がってるから今やめましょう、ね、真ん中ら辺にはい、以上です。すごいエネルギー使ったでも本当にあの前の方ちょっとね行ってもらって改めてですね、フライデーライブお越しくださいましてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ここでですね、今後の告知の方をですね、はい、させていただきたいと思います。まず、はい、明後日ですね、もう12月22日にですね、クリスマスパーティーライブがございます。みんなもう何作るか決めました？あ、決まってます。男性陣おお、まあ、あれかな。めっちゃ作るじゃん。いや、わかんない、材料かもしれない。あ、そうですね、そういうことです、ね、あの手料理もね、楽しめますし、はい、ライブとね、ゲームとありますので、ぜひ来ていただきたいなと思います、はい、そして来週の火曜日、12月24日にですね、はい、北の男子ライブにこちら、はい、アクターズスタジオの男性陣が出演決まっております。そうですね、チケットの方がもう販売しておりますので、はい、ぜひね、アクターズスタジオを見に来たとね、言っていただきたいなと思います。クリスマスイブですから皆さん。そうですよ、クリスマスイブをですね、僕たちと一緒に楽しんでいただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。その次はレイ君何ですか？その次は12月26日ですね、はい、ナイナキライブですね、はい、東京にないんですけど、まばたきが出演するイベントがございます。はい、こちらクリスマスですね、はい、クリスマスのイベント、クリスマスイベントですね、クリスマスのまばたきで、もうクリスマスのイベントですね、26日ですね、はい、そして28日今年年末企画ライブが今年最後のライブですね、はい、最後の締めくくりですね、はい、いろんなことを締めながらそうですね、締めながらね、はい、締めながらね、2019年をしっかり締めくくりたいなと思いますので、よろしくお願いします。そして、はい、来年の1月26日にですね、アクターズスタジオ舞台が決まっております。大い友達というね、舞台がございますので、じゃあもう絶賛稽古中ですね、今。そうですね。絶賛稽古中でございます。昨日もやりましたもんね。そうですね、昨日もやってみんなね、頑張ってますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それではですね、交流会の撮影会に移っていきたいと思いますが、はい、今日はですね、あのみんなあっちで、A スタジオでですね、交流の方していきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ、それではあのスタジオ交流会の撮影会スタートで、マイク持ってる人じゃあ行きましょうか、はい、はい、行きましょう、はい、それでは、交流会の撮影会スタート、始めていきましょう、行きましょう、